準決勝第2試合、東風VS スシロー。東風の誕生日チャレンジ、準決勝まで持ってきました。しかし、NO3 のコース男のスシロー。この男が上がらない。この下押しの振り方がなかなか素晴らしい。きっちりビジャンプ。もっと下げられ。飛んでいる。この男の技能、隠すものの精度が素晴らしく高い。隠すの精度もかなり高い。あー、飛んだ。中大への反応は甘い。おいしい。あ、待てない。いただされたら、マウスケの時です。しかし、ロッキーのガードして、さらに割り込んでいたドグラが1枚まで、一本選手はドグラ。開幕前で強気でいったが、謝るしかありません。タイムドラム投げからバックステップ、ファイルダーカーだったら打ち切りだ。横地、これは横地に挟め、合わせても打ち切りがある。受け身がやってるなものの影を差し込む。スパイクでも、うわー、次のロッキーだったらなかなかうまくいかない。しかし投げ、うまい。ドグラス、自分は中断が見えない。勝ったのはドグラス。